坂本龍二役所の後輩です。こんにちは、ペルソナ5ザステージの出演が決まってから僕はペルソナを買いまして、プレイをしているんですけども、とにかくゲームが本当に面白いです。そのゲームもハマりすぎてずっとゲームしてるんですけど、もう1周目クリアしちゃって今2周目入ってるんですけど、2周しても面白いんですね。だからこのゲームどうなっちゃうんだろうっていう感じなんですけど、そんな、なんだろう、もうずっぷりハマっちゃうゲームの世界を演劇として昇華するということで、日常は高校生、ルールは怪盗団っていうギャップをまず楽しめるんじゃないかなと思います。刺激的な舞台になるんじゃないかなと本当に予想してるんですけど、主演のヒロキとはすごく仲がいいので、そのヒロキといい関係性で作品を作り上げればいいかなというふうに思ってます。そうですね、あとはやっぱり派手なアクションシーンだとか映像を使った演出もあるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、楽しみにしてください。待ってます。皆さんこんにちは、高牧愛役の小寺由紀です。私にとって 2.5 次元舞台は初めてなので今から緊張してますが、精一杯作り上げていきますので12月の舞台楽しみにしててください。来ていただいた皆様にも何か感じていただけるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。それではまた12月お会いしましょう。バイバイ。